それでは、松野代表の定例記者会見を始めます。はい、お疲れ様です。まあ、いろんな報道が出ていますが、去年の5月に代表に就任してから、年内100人規模の政治グループか新党を作りたいという、公約を掲げて、代表選も再選をさせていただきました。一応その、公約通りですね、3月中に全く新たな新党というものが出来上がる運びになりました。多分ですね、調印式、合意は、明日になろうというふうに思ってますが、その調印式に合わせて我が党としても執行役員会を開いてですね、しっかり期間決定していきたいというふうに思っています。私からは以上です。それではご質問ございますでしょうか。はい、すみません。はい、時事通信の方に、はい、民主党と維新の党以外にもですね、はい、幅広い結集を目指すということを、はい、維新としても求めてくるんですけれども、はいはい、具体的に、どの政党やどの会派というのは明党の代表の中であるんですか。今現在まだ、その動きは始まっていませんが、少し岡田代表と相談してですね、どこまでの皆さんに声をかけるかというのもですね、少し相談してから決めていきたいというふうに思います。まあ、私は個人的に、やっぱり政党の数があんまり多くない方がいいんでですね、まあ、全ての、共産党以外の全ての政党会派に声をかけるべきだと私は思っています。他に、はい、大阪維新の会にも、じゃあ、声を打ち付けるんですか、共産党以外というまあ、ただ、今回の選挙で戦う形になってますからね、そうでなければ問題ないと思うんですけれども、京都の補選では戦う形になってるんで、そこはちょっと一向しなければいけないなというふうに思います。少なくともこの間、野党5党で、5党の枠の中で選挙協力はしましょうと。いうことは、確認をしてますんでですね、ちょっとその動きとは外れている状況ですから、そこはちょっと考えなければいけないのかなというふうに思います。はい、他に小田さん。はい、今回民主党の代表との間で、はい、大枠で合意することになりましたけど、はい、ここに至った最大の要因というのは、まあ、障害になったのではないというふうに見かけて、まあやっぱり党の形、やっぱりその20年の歴史があり、500の地方支部を抱え、1000人の地方議員を抱えている、まあ、民主党という政党の、解党というのは、もう物理的に非常に困難であるということは、一つの論点だったと思います。ただ全員、1人を残して全員が離党するという、そしてそこに党名から綱領から、規約、政策、それを変えてそこにまた結集するということでありますので、まあ、その以前からこの会見で申し上げている事務的回答ではないが政治的回答、要は 99.数%の回答というものが、決断をしてくれたんでですね、我々はそれは了とさせていただいたというふうに思います。やっぱりね、これはある意味岡田代表だからこの荒技はできたんではないのかなというふうに思いますし、岡田代表の決断というものは非常に僕は高く評価させていただいているし感謝しています。はい、他にございますか。はい、はい、まあ、新党の件なんですけれども、はい、新党は、まあ、3月中に結党大会という運びのようなんですけれども、はい、人事といいますか、うん、まあ、それは全く今話をしておりません。またそこは少し、これから考えていく形になると思いますが、ただ新しい党ができて党員の確定というものもしなければいけませんし、党員の募集というのも相当時間がかかりますので、やっぱり参議院選挙後しかるべき時期にきちんと代表選挙を行うということをが確認できればですね、何も、暫定的な人事で
参院選は乗り切っていくべきだというふうに私は思っています。ここにございますか。はい、西永チームの方は、党名変更についてなんですけども、はい、いつも民主党の会合でも、うん、の党名変更そのものに異論が出たりとか、うん、まあ、西永の名前に戻ってきたという話もありましたけれども、うんうん、もう代表がはっきりとおっしゃった毎回新しい党名というのはそのイメージとして民主というものを名前を含むようなものというのを考えていらっしゃるか、どういったイメージを。これはいろんな話し合いの中でやっぱり民主党の皆さんは民主党を変えるなという声もあり、また一部民主党というのが残った方が、得票の取りこぼしとか、民主党と書いてしまう人もいるんじゃないかみたいな話もあり、いろんな議論があって、民主党を一部残すという案をやっぱり岡田さんとしても譲れない線だと思うんですね。で、我々としても全く新しい、まっさらな民主という名前が入らない党名というものを求めていて、やっぱりここは我が党としても譲れない線であるということでありますので、ただこれは何のためにやるかというと、国民の皆さんに覚えてもらいやすいとか、いいイメージを持ってもらえるために、党名の話をするわけですから、そのある意味思い入れだとか、そういうことで議論しているわけではないんで、であれば、何らかの形で客観的に国民の皆さんに聞くのが一番早いんじゃないかというような結論を出したつもりです。はい、そういった形で客観的に判断されれば、はい、はい、どっちでも結構です。他にございますか。はい、すいません、NHK の方です。この合意に至った、はい、間にいろいろな思いがあると思うんですけれども、うん、ずっと前から言っているように、今回野党5党の選挙協力の枠組みが同時にできたことも非常に大きなことだと思うんですね。で、本当に我々は次の選挙で政権交代を目指して、本当に今の安倍政治のままでいいのかということを問うていきたい。政権交代ができる可能性がある形を作りたいというふうに言っています。で、前にこの会見でも申し上げたように、前回の衆議院選挙の結果で照らしてもですね、あれだけ自民党が294議席ですか、公明党と合わせて3分の2を取るような大勝利をした選挙結果でさえ、共産党を含む野党に投票した人の数の方が多い選挙区というのは151あって勝ち越してるんですね。ですから、さらに1万票以内の僅差の選挙区が30あるということを鑑みればですね、野党がきちっと戦略を絞って一人に絞って選挙に挑めば十分政権交代の可能性はある。本気で政権交代を狙える体制ができるんじゃないかというふうに思っているんです。それが引いては今の結果がどうあれ今の政治に対する緊張感を生む、最大のやり方ではないかというふうに思っています。ですから、まあ、こういう形でまず民主党と維新の党が合流が決まり、そして他の野党にも声をかけ、野党が一つの形を取り、もしそれがどこまでできるか分かりませんが、できなくても少なくとも5党の選挙協力の枠組みだけはもうこれできてるわけですから、非常にいい形になったなというふうに思ってますし、去年の5月に代表に就任してから言ってたことが実現して、ある意味感無量だという気分です。はい、そうですね、今回の新党結成の方、はい、すでに政権側からは野望だという批判が出てるんですが、はい、このような批判を見ると、いや、それは自民党の谷垣幹事長も会見でおっしゃってましたが、自民党と公明党の連立政権ほど野望はないと思いますよ。もし人のことを言うなら、あなたたちには言われたくないという気分です。他にございますか。はい、話題変わりますけど、はい、衆議院選挙制度改革を受けたんですけれども、自民党が、まあ、独自案というのをまとめました、はい、明日発表の国勢調査人口に基づいて、まあ、総選挙区に関しては0増6減するという案です、で、まあ、方針に従えば、うん、まあ、7増10加減という変動なんですけれども、うん、方針よりもずっとこう変動が小さくてですね、うん、そういう案になったんですけれども、改めてなんとなくですが、そういうふうな案を作ったことで、
いや本当にですね、身勝手という以外言わざるを得ないようなやり方ですよね。要は客観的に各党に対して公平な調査会が、7増13減という案を出してきてるわけですから、なぜそれに従わないのか。これ私もメンバーでしたけれども、調査会を作るときに当時の伊吹議長に対してですね、もしこれ答申が出たらみんなで従う、議運の中でも決定してる話なんですよ。それを自分たちの都合だけで、0増6減みたいなね、でこの選挙区はうちが弱いからこの選挙区だったらいいよみたいなことを全く恣意的にやってることは許しがたいと思いますね。でこの定数削減だって10ぐらいの数すぐ切りゃいいんですよ。たかだか10人ぐらい切ることでなんでこんな大騒ぎしなきゃいけないんですかね。本当に国民には消費税の増税を押し付けて自分たち国会議員だけがノーノーとしているという姿はですね、これ全く理解得られないと思いますよ。本当はもう消費税 1% 上げるごとに10人ずつ切るとかね、20人ずつ切るとかすれば簡単に増税できなくなりますよ。それぐらいの話だと僕は思いますけどね。加えてですね、はい、公明党は、はい、アダムズ方式に関しては、はい、導入に前向きな考えなんですけれども、うん、自民党は、うん、導入に出てきて、うん、まあ、政権与党の中でも、うん、こう肉着した関係になる、うん、そういったことに関してはいや、ですから公明党の皆さんの方が良識的なんじゃないですか。きちんと客観的な、皆さんが、自分たちの損得じゃなくて、決めた通りに従うべきだというふうに言ってるんだから、これは良心的な話だと思います。なんかここは岩手はどうせ自民党弱いから岩手はいいなとかね、こんなことやってるような話を聞いてるんですよね。ですから全く自分の都合だけ、許しがたいと思います。公平性も何にもない、うん、はい、はい、はい、まあ、野党5党との代表の会談ではですね、はい、まあ、一つ安保法制というものが柱になったと思うんですけれども、うんうん、まあ、今回の民主、うん、それから維新の交流というのは、うん、まあ、この流れとどう関係してくるのかと、今代表のお話にありました、うん、まあ、対抗できる、うん、まあ、野党政権といいますか、はい、今後の連立みたいなものがある場合に、はいはいはい、もしその政権を逆転した場合にはどういう青写真といいますか、こういう方向で進めていくみたいなことはあるんでしょうか、うん、少なくとも今回の選挙協力の約束として安保法制の廃案、これはこれが選挙協力の一つの、条件だと思いますので、もし政権交代した折には、このことは約束を果たさなければいけないというふうに思っています。あとそのどういう形の政策を出していくかというのは、まあ、これから、マニフェスト、選挙の国政選挙の公約というものを作っていきますので、その中で明らかになると思いますし、少なくとも我々民主党と維新の合流に関しては統一会派を組むときにもう一回合意してますからね、7項目ぐらいの分野で合意してますから、あれをベースにブラッシュアップしていくと思います。ですから十分統一会派を組むときの政策合意を持ってやっていけるという確信は得てますので、それをブラッシュアップしていく形になるのではないかというふうに思っています。はい、はい、はい、すでに政調会長にも以前単独でマニフェストの作成を指示されてます、はい、これから取り消していく、今度共同でマニフェストを作っていかれる、一つの党になれば当然そういう形になると思います。他にございますか。はい、まあ、加盟してるんですけれども、はい、まあ、一般の国民の方から見たときに、はい、それで身を切る改革というのが決めたわけですけれども、はい、それが、まあ、しぼんでしまうんじゃないかと、身を切る改革というのがしぼんでしまうんじゃないかという指摘もあるかもしれないんですけれども、そうした指摘には国民に対してはどう、しっかり身を切る改革を実現していきたいというふうに思ってます。具体的にどういうふうにその維新の側の政策をこう反映させていくか、具体策はありますか。当然新しい党でも、多分民主党の皆さんも同じ思いを持っている方たくさんいらっしゃるので、新しい党の中でその方向性は出していきたいと思ってます。他にございますか。よろしいでしょうか。はい、いいですか。以上です。はい、ありがとうございました。